どうも、愛知です。ちょっとね、いつもと違うアングルで失礼します。で、ですね、今回は、このアングルで撮ってるのはですね、一個理由があって、すっごい自己満足な理由なんですけど、あることがしたくてですね、それも概要欄に書いておきます。で、ぜひ、この動画最後まで見てもらってから、概要欄見ると、ああ、そうなんすか、ははーってみんなね、失笑してくれると思うんで、ぜひよろしくお願いします。で、今回ですね、まあ、9月の後半になってきまして、夏休みやっぱ基本で基礎固めをね、中心にやってた方も多いと思うんですけど、まあ、9月も終わりになってきて、そろそろちょっと応用問題やんなきゃなとか、過去問やんなきゃなっていう、ちょっと難しい問題にチャレンジする機会がちょっとずつ増えてきてると思うんですね。で、そうすると、やっぱり大きな壁にぶち当たると何かっていうと、応用問題、解けないんですよね。解けない。当然基礎と応用どっちが難しいって言ったら応用の方が難しいので、まあ当然壁にぶち当たるわけですよ。でも、やっぱり基礎をさ、こう頑張ってきて、それなりにさ、例えばこの単元とかこの科目を集中してやってきて、ある程度頑張ってきたからもうできるだろうって思った時に応用行ったら、バーンって跳ね返されるんですよね、壁に。で、はぁ、やっぱ今までの努力無駄だったんかな、みたいな風になってくるわけです。で、まあその時どうしたらいいですかとか、どうやったら応用問題解けますかなんて相談をいっぱい今いただいてるわけなんですけど、じゃあ、どうすればいいかっていうと、まあ、一番ざっくり言うんだったら、いっぱい解きましょう。いっぱい解きましょう。これが一番です。あのですね、ちょっとイメージで欲しいんですけど、基礎固めっていうのは、当然応用を解くための必要な必須項目にはなります。なぜなら、その応用問題を解くためには、その基礎で勉強した公式だとか知識っていうのを使わないと応用問題は解くことができないので、もちろん必要なんですけど、間違っちゃいけないのが、基礎固めをしっかりやれば応用が解けるようになるっていうのは違うんですよ。特にまあ数学とかそういうのも顕著ですよね。こう基礎の問題、計算問題が分かんないけど、公式を使えるようになりました。じゃあ応用いけるはずだっていうと、カッコ1、カッコ2、カッコ3があった時に、カッコ1は解けるんだけど、カッコ2でまずやられて、カッコ3は問題読む気もしないみたいな状態になるわけです。で、じゃあどうするかっていうと、とにかく解きます。で、問題集とか過去問やった時に、まあ、初見で解きますよね。初めてその問題に出会った時に解けませんって、それで凹んじゃう子がいるんですけど、良くないですか？もちろん初見で解けた方が、やばい、できたって自信になるんですけど、でも別に今そこで解けなくてもみんなの受験には関係ないわけですよ。それ模試じゃないし、本番じゃないしっていう。だから、そのできなかった問題とか解けない問題に出会って、それを解けるようにすれば、レベルアップじゃないですか。って言ってるって。絶対なるの。で、そこに持っていけるかどうかが大事なわけ。じゃあレベルアップするために、これは一個のポイントなんですけど、このまま、できなかった問題ね。できなかった問題を、ま、解説とか読んで、できるようになりましたっていう。で、これでまず一個確実にレベルが上がります。確実に上がるんですけど、それだけじゃもったいないんです。これ、もったいない。で、どうするかっていうと、例えば数学を、まあ、ね、数学ばっかり申し訳ない。まあ、例えに出していくと、その問題解くためには、例えばこういう計算をやって、こういう、公式を使って、ここでこういう技を使ってみたいな。図形だったらここに補助線を引いてとかいろんな技を使いますよね。その一個一個使ってる技とかをちゃんと確認してください。この問題が解けるかどうかではなくって、あ、こういう時にここに補助線引くんだとか、円があって、円の中にここの線があって、あ、ここにこういう時はそう三角形作っちゃった方が分かりやすいんだな、ここ90度になるし、みたいな。わかんないけどね、条件はいろいろあると思うんですけど、そういう風に一問の問題からいろんなものを吸収するんです。なぜかっていうと、今みんながさ、問題解けるようになりましたよね。なったとしても、当然この後に受ける模試とか、まあ、なんだろうな、問題集でもいいですけど、まあ、受験本番でもそうなんですけど、同じ問題が出る確率は、ほぼほぼ低いです。ほぼないです。同じ問題っていうのは。でも、類似問題は割と出ます。出る。じゃあ、類似問題が解けるようになるためには、その問題解けるようになって、もう、そのね、今やってるその問題が絶対解けるもこれできる。絶対もう何回も、2回も3回も、あさってでも、1週間後でも絶対できるってなったとしても、数字を変えられただけで、あれみたいな。えみたいな。止まるんですよ、これ意外と。で、それはなんでかっていうと、その問題が解けるようになっただけであって、その問題において、何がポイントで何を使ったのかっていう部分をちゃんと吸収しておかないと、その類似問題に対応ができないんですね。逆に言うと、そういう問題から類似問題ってあと、ポイントの部分をいろいろ、ゲットすることによって、あ、こういう問題が来た時は、ここに補助線引くんだとか、こういう技を使うんだっていう経験値が溜まるんで、それが似たような問題出た時に、あれ、これあの時やった問題似てんなみたいになって、あの技使ってみよう。で、まあもちろん、それが噛み合わないこともあるんですけど、あ、いっぱいいけたよみたいなことが起こるんですね。で、そのためにはやっぱ経験値を積まなきゃいけないんで、いろんな問題をチャレンジするしかないです。いいかな。応用問題解けないっていうことで、すごいテンション下がる気持ちはわかるんですけど、その下がって当然できないんだって難しいんだから。基礎と応用にはもう明らかな差があるんで、できないことなんて気にしない。できないままにすることは気にしなきゃいけないけど、できなかったことをできるようにすることで確実にレベルが上がるんで、そういうモチベーションでぜひ勉強してもらえたらと思います。